はい、今日はぶらり、東京湾の河川っていう企画で、今日は多分、散歩だけになると思いますけど、ここですね、横十間川っていうところに今来てます。で、この下を見てみると分かりますかね、ボラが泳いでるんですよ。でっかいボラが見えますか。あそこに泳いでるのが、ボラですね。ほら、ボラが1,2,3,4、見えるだけで一応4匹は確認できます。あたりはまあこんな感じなんですけど、あっちが錦糸町の駅です。で、ちょっと今日は、魚種、生き物の何がいるのかなとか、ちょっとそういうのを、ちょっと観察しながら、またここって結構前は自分はハゼとかよく、ハゼとかね、そういうのをね釣ってたんですよね。なんかミュータントタートルズが現れそうな場所です。なんだろうこれ。おお、すげえな、ビールの泡みたいになってる。で、来たのが、元村橋というところまで、歩いてきました。だんだんね、自分がやってるところのハゼのポイント、ここはね、よくねハゼ釣りの人がよくやってんだよね。真っ暗、ごめん、ちょっと、自転車が通るからね、ここ釣り合ってると結構怖いんだよね。ここにね、ハゼがね、見えるハゼがここの方にいるんですよ。この下に見えるハゼが、あー見づらいかな、ちょっと今日水深あるかもしんない。ここにね、ハゼがね、ちょろちょろいるんですよ。見えるかな。はい、大島橋っていうところまで着きました。ここも前はこの下をずっとこんな感じで歩けたんですけど、なんか今ここが工事でなんか新しい道作っちゃって、もしかしたらここは歩けない状態になるかもしれないですね。で、ここのあの橋脚のあるところ、あ、いました。あそこに見えますか。あそこに見えるのがチヌですね。おそらくチヌです。これやっぱりいるんだ。チヌがいますね。この橋脚下に、あそこにここで団体で群れで泳いでるのはチヌですね。チヌもいるのかな。まずそこと、あそこにもいる、めっちゃいるわ、めっちゃいる、そこにもいる。ここで多分そこの橋脚のところで落とし込みとかやってみると、もしかしたら面白いかもしれないですね。こんな感じで
一つ一つのあの橋脚の下の方に入ってるんで、あ、これは面白いかもしれない。これ絶対面白いわ。一つ一つのところにちゃんとついてるんで。で、一応持ってきたんですよ。このように。ちょっとやってみますね。はい。食いつくかなんですよね。落ちた場所にはチヌは向かうのか。わかんないか。見えるところの方がいいですからね。めっちゃいるよ。チヌなのかでもキビレなのかわかんないけど、やっぱりそうなんですかね。よいしょ。ガリガリガリってくる。今日は餌付けってことで、うん、ここでも面白いかもしれない。チニングできるね。まあこんな感じのちょっとしたまあ動画だったんですけど、これより先にあそこに青い橋が見えるところが、クローバー橋とかの方なんですよね。なんで今度はあっちの方に行ってみたいと思います。今日はここで動画終わりにします。